こら辺が西さんがよく子供の時にピーチを取ったり遊んでた蛇山です。あはは。でもさ、雪で入れないよ、どうせそのね、すぐ上がったところにキイチゴあったの。食べれる？食べてましたよ。基地作ってたんですってね。やばっ。こっからね、登ってたんだけど、もうちょっとなんかなだらかだった気がするんだよな。雪あるときはさすがに登れないですね。そうですね。いや、でももっとそこの辺もね、山だったもん。これはちょっと、これが蛇山。蛇がいるからなんですか？いや、見たことないんだよ。あれじゃあ、ただの通称だ。昔から蛇山。中学校のジャージが昔から変わってない。あれ、あ、新鋭中学。なんだお前ら。じゃあジャージ昔と一緒だ。見てないか、知ってんの？知ってんだ。あ、やってんのか。私、妹。妹でやってんの？あ、兄ちゃんがやってんの。頑張れ。これは遊んでましたよ。キックベースやってました。ああ、このこれがね、はい、途中できちゃった。はい、めっちゃもう開けてたんだけど、っていうかまあそこも全部開けてない。開けてないけどあったんだけど、ボールがやってましたよ。開けてたんですね。焼き芋もこうやってさ、なんか段々になってて、はい、でこっちとこっちにゴール置くから、はいはいはい、段々をこう越えていかないとダメみたいな。ああ、それもまた練習になってたかもしれない。それ小学校出た小学校ですね。はい、リサの出身校。ブランドでかいし、結構クラスも多かったから。はい、これ昔はね、はい、怒られるんだけど、これね、登ってね、はい、この上を歩くっていう。ああ、そういうのが遊びでやってたんですね。でね、怒られるの。はい、滑って。あ、落っこちちゃう。車道に落っこちたら危ないでしょ。はい、みたいな。先生、やめなさいって言われるんだけど、じゃあ男の子はやっちゃうんですね。そう。道ができてたもん。上に。ああ、歩く用の。今の子はやんないみたいな。あ、もう雪見たらわかります。うん、だよね。帰る。ちょっと待ってください。中学校、中学校。で、この小学校の窓なりに中学校が。そう、だから。北海道の僕の家もスタッシュでしょ、前は。ギリギリに。あれ、小学校と中学校で数学の景色が変わんなかったってことですか？変わんないね。ちょっと伸びる。あ、ちょっと。これが、西さんの出身校です。これ見て。はい。赤飯。あ、赤飯だ！めでたい！北海道の赤飯って、はい、甘納豆なの。あ、甘いの。美味しいっすかそれ。美味しい。普通のより美味しいよ。マジっすか？いや、普通に赤飯はそれだと思って、はい、なんか違うところで食べたら、はい、しょっぱい。全然美味しくない。あ、そう。うん。へぇ。帰る？あ、ちょっと早いって。ユースさんでもあれですもんね。サッカー部じゃなくて。ユースじゃないです。ジュニアユースね。ジュニアユース。ここでサッカーはしてない。はい。でも、思い出いっぱいなんじゃないですか。いや、まあ、ほぼ覚えてないけど。覚えてない。とにかく朝、急いでたっていう記憶が一番あるわ。はい、いや、なんか近いとね、はい、そうなるんだと思う。近い人たちみんなそうだったもん。近い人あるあるんですかね。うん。まだ行けるって思っちゃう。で、行けない。厳密に言えば遅刻だったかもしれないけど、セーフみたいな感じでいつも。あ、先生優しいっすね。あの、多めに見て。自分でセーフって言いながら入るっていう。自分かい。自分じゃいけないでしょ。っていうのをやってます。本気でこんなもんすか？そしたら。ここら辺は。本気でもない。だって、蛇山も入れないし。それだからないもん、こんなとこ。ゴミをまたいぐっていうのはちょっと嫌だけど。俺は取れ。なんでここ取ってないの？あ、なんで赤飯落ちてんの？これに入れていこう。1個ゴミを拾うと、はい、他のゴミ無視できないっていう。あ、ここはこうちゃん4って言ってですね、はい、本や本文房具 CD とか、はい、まあ、昔結構遊びっていうか CD 買ったり、はい、文房具買ったりしましたね。東京ではあまりいないですね。まあないでしょう。はい、こうちゃん4。ちなみに最初に買った CD とかって覚えてるんですか？なんだろう、エリック・クラプトンとかオフィシブ。エリック・クラプトンとジャケ買いしたなんかロックのリーフっていう。全然知らない。そのリーフを買った時にどこにあったかっていうのはすごい覚えてて、陳列の感じ変わってるから。あ、変わりました。そう、ここら辺に多分壁があって、はい、ここら辺で選んだ。
この辺は今ジャズ最新作なんですね。中学生でジャケ買いってなかなかジャケ買いしたやつ見ます？リーフだけどこれじゃない。リーフそれしかないですか？ないっすね。あら、なんかね、ジャケットかっこよかったんですよね。リーフのね、Together the Best of Leaf。おお。それでね、このなんかダメージジーンズ、これにちょっと憧れちゃって、自分でこうやってダメージ使って履いたけど全然しっくりこない。あ、これですよ、僕が。99年だから、まあそうですよね、12歳とか、小学校。これが日産の初めて。確かこれだったと思うな。はい、オフィス級、我らがタイムナックスですね。はい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 。日産好きっすもんね。好きっすね。あの釣り行くときは大体あの、はい、水曜どうでしょうがついているっていう。福井亮さんも僕昔あれですよ。ご飯屋さんで会ったことがあって。へえ。ジャズもうなくなっちゃったんですけど。ピアニストの。へえ。かっこいい。ちょっと思い出がある。コンピレーションアルバムみたいなのなかったっけ？あ、これ探しますね。あ、ここら辺があれっすね。いつやっぱあれっすか、ブルージャイアントの影響で結構。そうっすね、その辺から聞き出して。ジョーサンプルとかめちゃめちゃいいっすか？ピアノ最高っすよ。へえ。こんな顔だったんだ。あ、音しか。でも CD とか見ないとさ、はい、ジャケットで初めて顔してる。そうだよね。音しか分かんないっすね。ではいいかもしんないね。なんか日産の好きな音楽とかもいろいろ紹介していけたんですね。そうっすね。深そうだな。深いで広いっすね。ああ、あったよ、ブルージャイアント。2種類あるんですね。でもこのディスク2が違う、こっちには入ってない。右がコンプリートエディションで、左が普通の。あ、じゃあコンプリートさせてもらおうか。お、いいっすね。これは？これまた違うね。いやでも今の時代 CD こうやってじっくり選ぶなんてなかなかないですからね。うん、これ買って。ブルージャイアント。はい、お待たせしました。ブルージャイアントですか？はい、大好きです。最近父が読み始めてて。あ、そうですか。1巻目プレゼントしたんですけど、読み終わってるかな。じゃあ会計3300円でございます。はい、モチベーション上がります。いや、上がりますね、やっぱり。1万円お預かりします。やったね、よしよし。 CD 買ったら何年ぶりくらいですか？いやなんだろう、最後買ったの、うん、iTunes で、はい、ほとんどあるんで、でたまにないやつだけ、はい、その個別で買っ、はいはいはい、買うっていう感じで。あ、こちらフォグループはイライラブルはイライラブルさん、サドル札幌のクラブパートナーです。ありがとうございます。はい、グッズまで揃えてもらって、ありがとうございます。はい、あ、ありました。はい、ありました。あ、あったあった。5巻。はい、じゃあそれ買いましょうか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、時間出した。僕の幼少期というか、まあよく来ていたゴーちゃんフォーさんで、はい、今回はブルージャイアントコンピレーションアルバムをゲットしました。いいっすね。はい、やっぱいいっすね。はい、ここは何でも売ってるから。そうですね、はい、文房具、CD、本、まあ、ミスタードーナツもあります。ミスタードーナツもありますもんね。お腹減ってもこれ。はい、ということで、このコーチャーフォーさんで、はい、僕のめちゃめちゃドジモトの、まあ、紹介というか懐かしみシリーズは終わりということなんですけど、はい、まあ、ぜひ皆さんも来ていただけたら嬉しいなと思います。で僕もね、コンサドーレ札幌に貢献できるようにまだまだ頑張りますので、よろしくお願いします。よし。